思い出の積みプラレビュー集。バンダイ、特撮コレクション。ゴジラ、モスラ幼虫付き。特撮コレクションとは、バンダイさんが1980年代初頭から展開していた、ウルトラマンや特撮怪獣などのプラモデルシリーズである。ガンプラのモビルスーツバリエーションと同時期に始まったせいなのか、解説書も黒が基調の落ち着いたデザインなんどすえ。当時のヒーローは怪獣、ガレージキッドといえば怪獣、マニアといえば特撮マニアのことを指す熱い時代。当時のゴジラのプラモデルといえば、1978年に発売された、手がぴょーんと飛び出すバンダイ怪獣シリーズのゴジラくらい。山勝に丸さん、ブルマーク製の過去のキットもあったけど、プラクの長老様がおっしゃるには、先の怪獣ブームの頃に東方怪獣のプラモデルは買い尽くされて、今は、大英怪獣のキットがちらほら残っているくらいなんだとさ、参ったねー。しかーし、ついにバンダイさんが重い腰を上げたのよ。特撮コレクションの3番目のキットは、昭和39年に公開されたモスラ対ゴジラから、通称モスゴジとして名高い、特撮マニア好みのチョイスが嬉しいキット。しかも、国産では初となるリアル志向のキットだったのでございます。寿司ー、天ぷらー、藤山ー。とくればゴジラだろうよ。海外へ行ってゴジラ以外の何を話そうって言うんだい？ガンプラなんて海外の大人はほとんど知らないよん。ハワイなら機械だーで話が通じるかもしれんけどねー。モスラ対ゴジラとは、昭和39年に公開されたゴジラ映画の第4作であるだけでなく、昭和36年に公開された映画、モスラの続編的な意味合いもある作品なのよ。そうなのよ。まさしく、東方が生んだ二大怪獣スターが登場するマニア垂涎の怪獣映画だったんだい。かなり端折って紹介するとだね。ある日、大型台風により静の浦にモスラの卵が漂着、それを狙ってゴジラが倉田浜の干拓地に出現。ゴジラは四日市から、聖地名古屋を蹂躙し、なんやかんやで駆けつけたモスラの成虫をも返り討ち。でも、小美人の歌声により、モスラの卵から双子の幼虫が誕生したのよ。地味に気色悪いやね。双子の幼虫は果敢に戦い、ゴジラを口から吐く糸でがんじがらめにして撃退。小美人と共にインファント島に帰っていったのでございます。ちゃんちゃん。ゴジラが初めて怪獣同士の戦いで負けたので有名な作品なのだよね。ゴジラの着ぐるみは2体使用され、後に、1体はウルトラ級のゴメスに、もう1体は、ウルトラマンに登場した襟巻怪獣ジラースに改造されたと。このキットの解説書に書いてあるのでござんすよ。他にも、ゴジラに破壊される名古屋城や、初登場となる自衛隊の61式戦車、自衛隊による放電作戦など見どころ満載なのですよん。情報源が新聞や雑誌、テレビなどしかなかった頃のが近所には、自衛隊はゴジラと戦っている印象しかなかったわけでして。大きくなったら自衛隊に入ってゴジラと戦うんだ。なんて言ってるアホなが近所もマジでいたのよ。これほんと。まあね、農家の次男三男四男は言うに及ばず。仕事のない地方の住民にとって、資格とお世辞を得るため自衛隊はなくてはならない存在だったわけなのよん。キットの値段は700円。1983年に発売された、特撮コレクション3番目のキットだよ。このキットを手にして歓喜したガキンチョや特撮マニアは多かろう。歴戦のガンプラと一緒に陳列されてさえ、三千と輝きを放つキットだったのですよ。パないねー。だがしかーし、正直、野暮ったい出来ではあったんだよね本当にね。特撮コレクションの他のキットに比べて見劣りしたのは間違いねえ。まあ、当時の仕様はこんなもんだったといえばそれまでで、ひょっとしたら作家生だったかもしれないよん。でもねえ、傑作と言われる、大阪モデラー早見仁さん原型の初代ゴジラが発売されると、その評価は確定した感があったわけでして、モスゴジにモスラの幼虫がついてるのではなく、モスラの幼虫にモスゴジがついてるって言われたものだよ。あいたたたー。そう、モスラの幼虫は何気に出来が良かったのよね。キットには1体分しかついてないんで、劇中のシーンを再現するためにはぜひもう一個欲しいやねー。てなわけで、モスラの幼虫欲しさにキットを複数買うやつも存在したのよ。これほんと。ほんとにほんとよ実話だよー。俺だってそうなんだから嘘じゃねーよ。最初、タミヤのポリパテで複製しようとしたら微妙に足りなかったんだよコンチクショー。店にポリパテ買いに行ったら売り切れだー。当時はポリパテは貴重な存在。入荷するのを待っても来やしねー。仕方ないんでおぜぜを貯めて、ゴジラのキットを買ったのだー。ゴジラ2体もどうするよ。次回のキットは、これだ。